モノアミン酸化酵素、またはモノアミンオキシダーゼはモノアミンの酸化を触媒する酵素ファミリーであり酸素を用いてモノアミンからアミンを除去する。体中の大部分の細胞種でミトコンドリア外膜に結合して存在している。1928年にメアリー・バーンハイムによって肝臓に発見されチラミンオキシダーゼと名付けられた。マオは フラビンガンアミンオキシドレダクターゼファミリーに属する。マオは食物から摂取されたモノアミンの分解に重要で、あるとともにモノアミン神経伝達物質の不活性化にも寄与する。後者の機能のため、マオは多数の精神疾患や神経疾患に関与しており、その一部はマオの作用を遮断するモノアミン酸化酵素外薬によって治療することができる。人には マオ A とマオ B という二つのタイプのマオが存在する。出生時のマオ A のレベルは成人の約80%で最初の4年間でわずかずつ上昇していく。一方、マオ B は胎児の脳ではほとんど検出されない。死傷株や海馬バリではどちらのマオも非常に高いレベルで存在する。戦場タイヤは青玉では マオ B は大量に存在するが、マオ A はほとんど存在しない。皮質では、マオ A のみが高レベルで存在しているが、体上皮質では、例外的に両者が同程度存在している。脳の病理解剖からは、セロトニン作動精神系伝達が多く行われている。領域で、マオ A 濃度が上昇し、一方、マオ B は、ノルアドレナリンと相関していると予測されている。 ノルアドレナリンの分解。モノアミン酸化酵素は左側の青い四角で示されている。マオはモノアミンの酸化的脱アミノ化を触媒する。分子からのアミン元の除去には酸素が用いられ、ケトンとアンモニアが形成される。マオには共有結合的に結合した保因子のファドが含まれており、そのためフラボタンパク質に分類される。マオ A とマオ B は構造の 約70%が共通しており、どちらにも主に素水的な気質結合部位が存在する。気質結合ポケットの2つのチロシン残機は共に、阻害剤の活性と関係しており、気質の結合廃校の決定に関係していると考えられている。これらの残機の変異は、メンタルヘルスとも関係している。電子伝達機構には4つのモデルが提唱されているが、いずれもエビデンスは、 不十分である。マオは多数存在するモノアミン酸化酵素素外薬の作用標的であるため、薬理学においてよく知られた酵素である。マオ A は食物から摂取されたモノアミンの以下に特に重要である。どちらのタイプのマオもモノアミン神経伝達物質の不活性化に必須であるが、異なる特異性を示す。マオによって触媒される具体的な反応には次のようなものがある。 マオは神経伝達物質の不活性化に必要不可欠な役割を果たすため、マオの機能以上は多数の精神疾患と神経疾患の原因となっていると考えられている。例えば、体内のマオの異常な高値や低値は、統合失調症、うつ病、注意欠陥、多動性障害、薬物乱用、肩頭痛などと関係している。マオ阻害薬は、 うつ病の治療に処方される主要な薬剤の一つであるが、食事や他の薬剤と相互作用するため最終的な選択治療であることが多い。過剰なカテコールアミンは高血圧緊急症を引き起こす可能性があり、過剰なセロトニンはセロトニン症候群を引き起こす可能性がある。マオエソガイ薬は、抗うつ薬、抗不安薬として作用するが、マオビソガイ薬は、 アルツハイマー病やパーキンソン病の治療に用いられる。マオ阻害薬は治療抵抗性のうつ病、特に酸関系抗うつ薬に応答しないものに対して有効である可能性がある。PET の研究からは、タバコの使用は、マオ B を大幅に枯渇させ、マオ B 阻害薬の作用を模倣することが示されている。気休めのために喫煙を行う喫煙者は、 マオビー素外薬よりも良い方法で無意識的に打つや不安への対処を行っている可能性がある。マオの活性は種によって大きく異なる。ドーパミンはラットでは主にマオ A によって脱アミノ化が行われるが、ベルベットモンキーやヒトではマオ B によって行われる。マオ A とマオ B のいずれかを産生することができないマウスは自閉症に似た形質を示す。これらのノックアウトマウスは ストレスへの応答が増大する。マオ A とマオ B をードする遺伝子は、X 染色体の単腕に並んで位置しており、約70%の配列類似性が存在する。マオ A 遺伝子のマレナヘニーは、ブルンナー症候群と関係している。新規探索傾向の素因と、マオ A 遺伝子の遺伝子型が関係している。可能性が発見されている。ダニーデンコフォートに基づく研究では、 マルトリートメントは、素行障害の要因となるが、マオ A 遺伝子のプロモーター領域が、高活性型多形の児童は、素行障害の症状の発症の可能性が低いことが示されている。一方で、マオ A の低活性とマルトリートメントとの相互作用が、反社会的行動を引き起こすとする主張は、短絡的であるとされている。また、大衆史において、 選手の遺伝子と呼ばれる多形と周りの攻撃的素因とを関連づけて語られることがあるが、他の多くの多形と同様にマオ A の多形も集団によって頻度の差が存在し、白人、ヒヒスパニック集団の33%、アジア、太平洋諸島集団の61%で見られる、マオ A の低活性型多形が、マオリ集団でも高頻度で見られることを根拠としているに過ぎない。 こうした多形が、マオリ男性に、戦士性を付与しているといった主張を支持する、直接的な証拠は存在せず、人種的、ステレオタイピングである。他の多くの酵素と異なり、人や他の哺乳類の脳で、マオビーの活性は老化の過程で増大する。マオビー活性の増大は、老齢ラットの消化体でも見られる。このことが老化した脳や消化体でのモノアミンレベルの低下に寄与している。 可能性がある。ありがとうございます。